おはようございます。これからガズ旅に出かけるよ、秋のガズ旅。ちょっと寒いんですけど、今6時半ですけど、用意してそろそろ出かけようかなっていう時なんですけど、クロちゃんにご飯あげて干し柿をここにセッティングしてですね干し柿を干してるんですよ。はい、で荷物はこれです。これが荷物の、これウクレレなんだけど、ほら旅レレはこのリュックに入るんだけどね。そうだね、ソプラノウクレレはやっぱり入んないんです、うん、ほら旅レレは入るけど、こっちソプラノですから ね、 そうだね。やっぱよっぽど旅レレちっちゃいんだな、うん、このリュック別にね、ほんとなんか旅先で使うような折りたね、くしゃくしゃになる携帯リュックなんだけどさ、そうだ、ね、これに入るっていうのは旅レレマジすごいですよ。旅レレ、これはここにすっぽり入る。こっちはソプラノだからね、入らないんだな、普通のソプラノは。やっぱだからすごいよね、はい、まあ旅に出るってことで、はい、今日はあのこのヴィンテージシリーズのソプラノと旅レレで旅に出るぞということでございます。一応毎日夫婦でセッションしようかなというふうに思ってるんだよねはい、まあ、この動画が出るのはちょっと後になるかもしれないけど、うん、まあ、ちょっと旅の様子を皆さんとシェアしていきたいと思います。はい、はい、そういうわけで車に乗り込んできましたけれどもですね、ジムニーのこのトリップメーターをですね、今ゼロにしました。さあ、この旅が終わる時にはどのくらいの距離になっているのでしょうか、皆さん。はい、ということでまず最初の目的地はですね、実はですね、どこかというと淡路島に行くんです。これから淡路島を目指してひとまずドライブスタートしていきます。行ってきまーす。今草津の辺に来てすごい晴れてきました。すごい天気も良くなってきて、すごい今暑い。今あのエアコン、車のエアコンも切っていて、外の気温は15度っぽいけど晴れてるからね、この車の中は結構気温が高いと思うね。さっきまですごいね、曇ってて雨降ってたんですよ。天気良くなってきたら計画通り。いいよ、すごい天気だ。この青空を見てください。さっきまで土砂降りだったの。そうよ、今日やべえな思ってた。いやーすごいね、晴れちゃうんだなこれが。ねーすごいね。今半分ぐらいまで今日の道なりを来てるんですけど、でこの旅レレで今日夫婦でセッションをする予定のなんだっけな、さすらいを練習して、奥田民生さんのさすらいを練習してハモって、そうそう、車内でハモって、結構ね、あの覚えたよ。毎日ね、撮る予定だからね。そうそうそう、あのちょっとあのどっか上がってるはず、この動画が出る。そうそう、この曲だけはね、よく分かってるで分かってないから、ちょっとね事前に今練習してる。すごいね、助手席で練習して歌いながらドライブ。しかもこの大きさだから全然邪魔にならなかった。旅レレね。そう、いいです。本当にいいと思います。車中もうぴったり。そしてそれが車中レレで一段落して、今度はこの縫い物をしようと思ってるんですけど、でここにねこうやって刺繍したい糸を持ってきて、今回ほらこうやって、これはメガネケースなんですけど、これ昨日ね無理やり作っちゃった。そしてこれを開けてみると、あかんと。ここにこうやって刺繍、即席刺繍道具が入って、このこれめちゃめちゃ便利なんだよ。これあの裁縫、ミニ裁縫箱、携帯裁縫箱、大きさ、そうで絶対にパカンって閉まるし、あ、トンネルが入るよ。これはおすすめでございます。じゃあこれから縫おうと。多分ですけどこのトンネルをくぐったら明石海峡大橋じゃないんじゃないかなと思って、じゃないんじゃないか、キャメラを回しております。キャメラを止めるなーって言ってですね、懐かしいって感じで、いよいよ本州を脱する瞬間がやってきそうな気配で、皆様とその時間を共有できるかな。こっちでも淡路島って初かもしれない。淡路島、そうか、俺はね多分通り抜けたことはあると思う。私も通り抜けたことはあると思う。え、そうか、だって徳島に行ったことあるもんね。でも徳島行くときってさ、通んないの。え、どうだったっけな、どうなんだろう、電車だったっけ。いや、徳島行ったとき飛行機じゃない。あ、そっか、あ、そっか、そっか、そう。いやどうでしょうか、多分これもう橋なんじゃないの。どうだろうか。あ、どうでしょうか、なんせ初体験なもんですから、自分で車で運転するのは。おー、おー、
さん、右、左、えー、どっち？左がいいんじゃない？左に寄ろう、ね、左に寄って、はい、これが有名な、わあ、これが瀬戸内海、すげえ、ビューティフォー、すごい、やっぱり、天気もすごい、上も見てみ、上も、橋桁を、ほら、上の、ほら、上、すごい、よくこんなの作りましたね、本当だね、あ、でも島々がもう美しいね、確かに、なんか開けちゃう？四国に上陸、じゃあこれがだから淡路島でだから、そうまずは淡路島に、あ風が結構強いね、 ね横風が、そうだね、じゃあこれから道の駅淡路行ってみよう、あ見て下に船が、ね、よね、船が通ってる、ちょうどうまく映らない、映らないか、そうなの、まあ、あこれか、あそうそうそう、真下に今ちょうど橋の下を、へえすごいよ、これはいいね、確かに素晴らしい、淡路島、玉ねぎの島、淡路島に上陸するぜ、行ってみよう、行ってみよう、今、道の駅淡路っていうところに、これがそうなるみたいなんだけど、見てこのなんかスターウォーズの、これがそうなの、ほら橋の真下に多分あるね、道の駅が、あそこにほら書いてあるじゃん、道の駅スターウォーズみたいだ、スターウォーズの、何この巨大建造物、ほらここ、これがほら、これじゃん、これじゃん、これじゃん、何これじゃん、私さ、このさ、建物の下にあるのかと思ったの、これね、うん、そうそう、なるほど、なるほど、着いた、着いた、あ、でも風は結構でも強い、確かに、冷たい、道の駅、淡路の道の駅のに来てるんですけど、すごいですよ、これ冗談みたい、大きいね、大きい、すごいスケール感、ちょ風が強い、天気いいんだけどね、でさっき僕らが夫婦でセッションしたのはその辺りでございます、先輩さすらいの道の途中で会いたくなったら歌、いやーいいね、あさっき夫婦でセッションした動画見てくださいね、見てください、はい、あの練習して張り切って撮ったんで車のジムニーでセッションの練習して撮ったの、すごいな、なんかさ船が通るからか波が荒いね、風があるんじゃないやっぱり、風があるのかな、うん確かに、うん、でここがその噂のというか道の駅、これ結構有名な道の駅みたいで一番本州に近いところなんですよ、うんうん、だからあの明石海峡大橋渡ったその付け根にあるから、うん、なんかいいなと、なるほど、で今夫婦でセッションしたんでしょ、ほらこうやってリュック持ってきてるんです、これ2本入ってるんです、すごいよね、ソプラノは出ちゃうんだよ ね、だけど旅レレはここに入ってるんですよ、中にちゃんと、ね、そうだから旅には旅レレがやっぱりいいなと思うわけでございます、いきなり魚屋さんがありました、すごい魚屋さんがあるんだ、カキ、カキ、こっちもなんかいろいろすごい賑わってる、あそこにほら、あすごいメニュー、うまそうじゃん、あこれが有名みたいですよ、しらす丼が、しらすかき釜揚げ丼、かき天丼、すごい、かき天丼、横はマグロの炙り焼きだ、鯛めしがなんか有名ってね、これ淡路の鯛ご飯、でもなんかしらす丼の方が推してるね、どう食べます、ほら玉ねぎ農家の広場だよ、玉ねぎ買ってっていいんじゃないの、車の中に入れたと思う、そうかそうだね、ほら淡路飛騨牛っていうのは有名なのね、すごい、あこっちもほらまたほら見て、あほらタイ卵かけご飯だって、こっちはやっぱしらす丼押してる ね、うん、そうね、海鮮丼、鯛めし、うまそう、これ半分こする、うん、1個頼んでね、せっかく僕たち普段ね、お昼ご飯食べないからね、1玉200円、でかーい、でかい、
でかいね。わかる？これほら。超でかいんだけど。ほら、ま、超特大チリ玉。すごい。あ、見て、牡蠣だって。すごい。こんな風に売っているよ。へー。見て、マルトキンタキ。へー。なんか有名なんだね。ほら、すごいやん。なんかタイミスでも食ってく？うん、半分くらい。わー、やっぱりオリーブなってるんだ。さすが。長野県では絶対ない光景です、これは。こんな立派になるのね、すごい。あ、青空も見えてる。よし、じゃあどこで食べる？そっちの上にする？着丼しました。ドーン。はい。朝食べたんだけど、ちょっとね、やっぱせっかく来たんだもん。タイの、なんかこのタレをかけて、あれ、全部かけちゃっていい？いいよ。ちょっと残しておくから、濃いかもしれない。で、卵。卵。これをかけて、へぇ、はい。そして、なんと、こっち見てください。これ、小杉さんセレクションの。そう、急にね。玉ねぎの天ぷらだって。あとさっきから玉ねぎ食べてめちゃくちゃうまそうな、これ天つゆつけ食べちゃいます。いただきます。甘い。そう、なんかすごそうだなと思う。サラダと天ぷらがあって、うん、天ぷらにしてみた。うわ、甘い。ほんと、うん、いいね。あ、入ってる。ほんとだ、すごいよこれ。あ、いいね。やってみたら。うん、ぜひぜひ。わさびがすごいな。鯛めしです。はい。あ、生卵、うん、すごいよ。結構ボリュームある。おいしい。いい感じだ、その顔は。鯛がめちゃうまい。あ、そう。へえ。これ小杉さんやばいよ。ほんと楽しみ。食べてください。はい、いただきます。ちょっと聞いてください。今ね、発覚したことなんですけど、これからですね、あの、鳴門大橋行って、渦潮クルーズって、皆さん知ってます？聞いたことあるじゃない？行こうと思っていたんですよね。で、ホームページを見たらですね、なんかもう、僕ら今ね、今1時半なんですよ。13時半。で、だいたいここからまあ、今、あの、道の駅淡路っていうところにいるから、まあ、1時間弱で行けるなぁと思ってたんですけど、なんと、今日はですね、12時50分の便で、渦潮クルーズ終了って言われちゃいました。毎日そんな早いんですかって聞いたら、毎日、あの、その、潮があるかどうかで時間が変わるらしくですね。明日は14時からっていうのがあるらしいんですけど、今日はなんと、もう終わってしまったということで、どうしようと、行くとこなくなっちゃったなって思ったんですけれども、おったまねぎっていうところがあるぞと、ちょっといろいろ話題になっているんで、そのおったまねぎというところに、急遽、行き先変更でございます。まあ、これも旅の醍醐味でございます。思った通りにはならないんだけど、とこれがまたやっぱりこっちで良かったよねってなる兆候だと、そんな風に思うので、今からおったまねぎに行ってきまーす。おったまねぎに向かっているんですけど、見てください、この美しいね、水のところがこうね、もやーっとなんかこう、なんて言うんだろう、水平線、やっぱ長野県海ないからね。確かに。 あと山がないからびっくりしたよね。あのね、僕らが住んでるとこ360度ね、山に囲まれてるからね。こっちはもうすごいね、さすが。すごいな。旅はいいね。旅はいいね。まあ、ね、カーステレオで好きな音楽かけて、うん、うちは車の中で CD を聴いてんだよ、いつも。そうだね。CD。CD は車では CD しか聴かない。ラジオも聴かない。でもお天気がちょっと安定してきたら、うん、すげえ暑い。今17度って書いてあるけど、もっと体感は、すごい。うわー、ほんとだ、街が。へえー、すごい。いいですね。海もいいね。山もやっぱり長野県にはないなんかこう独特の空気感、ね、まあね、確かに。着きました。おったまねぎがあるところに着きます。すごいです。わー、すごい。あ、かっこいいカフェが。今日は肉の日だって。今日は肉の日。へえ、かっこいい。へえ、すごい景色だな。すごいね。わあ、雄大。カフェなんだ。うん。わあ、ここ来てよかったんじゃないか。すごいね、これ。あそこにあった、ほら。あ、本当だ。いいじゃん。皆さん写真撮ってるよ。
すごい景色よ。すごい。ここさ、ねえ、カズさん、サンフランシスコみたい。確かに、ゴールデンゲートブリッジみたいな。そう、撮ったよね。こういう感じだったね、確かに。そう、こういう感じだった。しかも風が強くて。へぇ、あ、玉ねぎを撮ってるみんな。本当だ。あれがいいんだよ。ね。あ、なんかすごいんだけど、なんか。本当だ、何これ。玉ねぎキャッチャーだよ。UFO キャッチャー。あ、日が出てきた。ここで撮るしかないでしょ、だって。そうだね。ちょっと。並ぼう。そうだね。並ぼう、並ぼう。いやー、今ちょっとこういう休憩する場所に来て、ガズさんがコーヒーを買いに行くのを待ってるんですけど、すごい、ほら、あそこにちょうどね、こう雲から漏れてる太陽の光が、だからすごいさんさんと今ね、日が当たってるわけじゃないんだけど、それがまたすごい綺麗。はあ、眩しい。すごいなぁ、すごい景色だ。なんかここにね、来るつもり全くなかったんだけど、こういう偶然がやっぱりいいこうところに連れてきてくれるんですね。本当だったらこの時間はね、あの渦潮を見てるかなって思ってたんだけど、これもこれでいいかな。うん、素敵。いやー、この夕方に来たのがまたいいね。今何時？今は3時前ぐらい。すごい景色だよ、本当。2時47分ね、ここすごいいい場所だね。いい場所、すごい。すごいいいんですよ。ここほら。スケールがすごい、スケールが。ここがなんかテラスになってて、ね、すごい。いい天気だな。しかしガズは本当雲切りだな。本当。このさ、雲がやっぱね、ちょっとあるぐらいがやっぱりいいんだよね。そうそう、うん、で、あの太陽にね、入ったり出たり。そうそうそう。すごいや。この枝も綺麗だね。いやー、来てよかったな。やっぱりあのナルト、ここよかったね。ナルトを見るよりいいかもしれないよ。うん、よかった、本当、うん。君が言った通りだよ。ね。違うこう出会いがある。そう、本当はここは来る予定なかった。なかった。玉ねぎの写真もすごかったよ。玉ねぎの写真、いい写真撮れた。ね。いやー、コーヒーも美味しい。うん、このまた。これがね、ススキ、そう、ススキがすごいよね。ほんとすごいや。これは長野県では絶対見れない景色なんですよ。そうね、ほんとだね。なかなかですね、あのアバンギャルドな建物がすごいよ。なんか、あそこもほら、これなんか美味しい。午前8時の脈を見せていたしました。すごいね、すごい。これがインスタ映えなのかしら。え、インスタ映え、インスタ映えでしょ。何が起こるって。キラキラ、キラキラしてるよ、キラキラしてる。あ、ビレッジバンガーみたいな。本当だ。そういう感じでかなり賑わってますよ。はい、これ玉ねぎをさ、選んでるとこなんですよ。美味しい食べ方とか書いてある。やっぱほら、火を通したらさ、うん、甘くて美味しい。これ美味しそうだね。で、いっぱい売ってるんですよ、こっちに。こっちにもあって、こっちにもあって、こっちにもあって、で、いろいろ迷ってんだけども、結局使いやすいのはこのぐらいの大きさなんじゃねえかなっつって思ってこう、ね、でも大きいよ、ほら。本当だね。こんな大きい。青じしますで、この、はい、この玉ねぎドレッシングと、これがちょっと興味あるんだよ、この淡路島ソース。淡路島ソース。これはね、ステーキソースでもドレッシングでもいいんだって。ほら、なんかすごい、いっぱい入ってそう、ね、これすごい昔からありそうな感じ。このアイスのパッケージがめちゃめちゃ可愛い。なんか買いたくなっちゃうっていうか、これを持ってるのが可愛いな。見てあげてみて、ほら、可愛くないですか。いやー、可愛い。でも今お腹いっぱいだから食べれない。渦潮なんだっけ、渦潮博物館。そう、渦潮ナルト、大ナルト教記念館へ。渦潮科学館、渦潮科学館。渦の、あ、ここで、あー、すごい。で、ここでね、なんかね、上映会があるんですよ。自分のなんか近くに来るんだ。あー、ほんとだ、なんか水が張ってある。面白い。
あ、ここで来てやるなら、ほら、ほんとだ、面白い、うん、これなんかの場所になってんだね。すごい、あれがさ、あれがつまりそうじゃない？そうそう、あれがだからナルト。へえ、これ全体につまりさっき私たちが見た模型だ、本当のところのね。あと4分で始まるって。え、でもなんかさ、ちょっともううずってるよ。うずってる。あ、本当にこういう深さなんだ、ね、そうなんじゃない、これ本当にリアルなんじゃない。あ、じゃあ本当にあんな深いんだ。すごい。ほらあっちとかすごいよ。確かに。なんかで上見てみ、月があるの。ほら、すごいところ。本当だ。これ関係あるんだね、きっとね。月の引力となんか関係がある。いやー、なんか面白くない？面白い。で、ここに何かが上映されるんだよね。素晴らしい景色。すごいね、これ。これもね、あのホテルを間違えたからこの夕日が見れるわけですよ。確かに。これホテルをあのまま俺が予約してるホテルだったらこの景色見られなかったんですよ、皆さん。確かに、すごい。すごい。こっちの前の方もね、海がバーッと見えてて、夕日がそんな風に見える。すごい。これはさ、狙って行こうと思ったって夏がなかなか無理ですよ。いやー。だからやっぱり計画通りに行かないっていう仲がいいんだよね。セレンディピティってやつね。そう。だから僕もまさかね、ウクレレに携わる人になると思ってないかったよね、そりゃ。ミュージシャンでバンドマンだった頃は。そうだ、ね、だけどそういうところにやっぱり予定通り行かないっつうのはどれだけ素晴らしいか。この景色をだからさ、この僕のホテルの行くのミスが見せてくれてるわけだ。すごいわ。絵に描いたような雪、しかし本当にいい天気だね。ほんと朝のね、あの雨がちょっと信じられないね。ほんとよ。わお。いやー、素敵。すごい、スケールが大きいね。しかしこの辺の海は、ね、いよいよ本当のホテルに着いたよ。こっちの方がでもすごいんだけど、見て、ね、オーシャンフロント。本当すごい素敵。よし、じゃあチェックインしてみましょう。内装は召喚の時と同じ。同じだね。同じだ。すごいね、もうみんな同じようにパッケージされてるから、多分リーズナブルに泊まれるんでしょうね。相変わらず家具は素敵。でもちょっと違うな、こういう照明は。でもね、この絨毯はね、ちょっとこの一緒っぽい。ほら、こういう作りも同じで、今回はね、ほら評価の時は畑があったんですけど、今回はほら、目の前が海です。すごいな、ちょっと夕日がいいですね。なんかね、間違えて本当はね、こっちじゃない方にさっき行ったので、って思ってこっち来たんだけど、こっちの方がね、全然眺めがいいし、いい感じです。すごい。ほら、こんな感じ。ちょっと風が冷たいけど気持ちいい。こっちのホテルでよかった。やっぱこれもほら、こう間違えたことが何かの次の布石になるぞっていう、今日のテーマは本当それですね。これだ。今日はここに泊まります。じゃあホテル部屋と恒例の親チェック。でも大体もう分かってんだけどね、前の昇華の時と多分一緒なんだよね。何番？224。ここだ。今回このお部屋です。どこに、うん、これ入ってるの？いいじゃない。あ、もう安定の。ほんと、まるっきり一緒。デジャブを見てるようだ。覚えてますか、皆さん。昇華に泊まった時と。寸分たがわぬ。すごい、まるっきり一緒。へ、ここからも通路か。そうだね。へぇ、でもまあ、ここで、これが結構小切れでいいんですよ。そうそう。レインシャワーって。おトイレと、ここの洗面所が、洗面台があってね。そう。そう、そう、そう、そう。ほうよ。で、かわいいソファーがあって。そうそう。このソファーがすごい使いやすいんだよね。そうなの。そして、このマグカップを買ったね。
そう、このマグカップここで気に入って買っちゃったんだよね。今回はね、もう夕方だったからね、うん、いいじゃん。あ、でも相変わらずこれはもう分かっていた、うん、で、ここで、ここでこれ襖が閉まるんだよね。そう、襖がいいんだよね。はい、どうですか。うん、もう相変わらずあの安定の素敵さ、安定、良かったです、はい、まあこっちのホテルで良かったら結果は。そうね。ということで今日はここでしっくりお休みしようと思うよ。はい。さあ今日は、今日はここ金太郎、ここがなんかすごくいい寿司屋さんだって、ホテルに教えてもらって、ちょっといい回転寿司、回転寿司なんだけど、すごくいい地のものを使ってるということで来ちゃいました。海鮮金太郎。よし、じゃあ寿司屋さんいいの、はい、じゃあ上級テクニック、乾杯。ひとまず初日の淡路島寿司屋になりました。乾杯。乾杯。すごい活気のある店だよ、ここ。うん、いいね、うん、美味しい。すごい感動高い。いいですね、うん、いい感じでお腹が空いたね。茶碗蒸しだけ先食べるんじゃない、うん、手が続々と登場しました。これはだから玉ねぎサラダなんだ。そういうことだ、淡路サラダ、淡路サラダ。いいね、よかった、今日淡路サラダ食べなかった。本当だ。で、これが美味しそうなマグロちゃん、ちょっとこっち向けてくれる？あのお皿をくれる？ほら、美味しそう。刺身。じゃこっちも、こっちもハマチ。うわー、これとかもぶりっぷりの。ニタッとしてる。めちゃくちゃうまそう。うまそうだ。うわー、すごい。すごい。醤油がなんか九州みたい。本当。近いの、行くよ。いいよ。前で、うん、もうだって見た感じでも張りがやばいもんね、うんうんうん、僕ね、すごいマグロ好きなんです。ちょっと乗ってて、醤油が甘い。そう、甘い。やっぱこれ九州っぽいね。九州のそうそう料理っぽい。美味しいね。あ、めちゃくちゃうまい。こんな感じで今日は一人でしっぽり行きます。いや、美味しくて、もう見てください。もう日本酒をもう2つ目ビール飲んだ後に、もう美味しい。いや、これ見てください。これが美味しい。玉ねぎサラダが超うまい。美味しい、やっぱり。で、このびっくりしたんだよね、金太郎。この金太郎寿司は、うん、妻の代わりにこの玉ねぎだ。そう、大根じゃない。そう、いや、美味しいです。まあまあまあ、あの、いい店だったね、うん、よかった。逆に俺も結局ホテルが違うホテルだったからよかった、うん、そうね。もともと俺がだからそういう予定外の頃の方が楽しい。そうよ、あそこに行ったらここは来なかったもんね。来ない、来れない、来れない、うん、ということで金太郎寿司でまさか、うん、しっかりとお寿司で、はい、日本酒で湯は来ててあった、はい。さあ、月が出ておりましてですね、で、ホテルに戻ってきましたよ。戻ってきた。 We are filled by Marriott。 俺が間違えたもう一つのホテルマリオット in 東浦、ね、美味しかったね、うん、じゃあ今から部屋に戻りましょう、はい、お、いいホテルだよ。ほんとこの植栽がすごいよね。ほんとなんだ、これ月が、月があそこ、あ、ほんとだ、すごい月が見えております。はい、で、うちのジム子ちゃんがね、いい子かわいいな。ジムニーってほんとかわいいよ ね。このジムニーが今日もう400キロ以上走ってきてるんだもんね、うん、いい子だ。今日休んどけ一晩。はい、そんなわけで、はい、淡路島の夜を吹けていきます、はい、じゃあ